金箔が吹いても剥げない国産仏壇和島式仏壇店の昨日散髪に行きました寒いですお仏壇が販売転職和島式永田幸喜でございます実はですね熊本仏壇ご注文いただきましたしかも東京からです 八王子市からですね、実はもう今日ですね、ありがたいことにですね、30万円打ち金をご入金いただきました、明日朝4時起きてですね、鹿児島の山本親方のところに打ち,打ち合わせに行きます、やっぱですね、もう間違ったら大変なことになりますからですね、もう本当にありがとうございます。あの実はですね平成22年に くまモン商標第1号12月の22日だったですかねいただきましたであのこれ私にとってはですねとても大切な仏壇でございます、えー、県外の大きなお店がどん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 出てきてですねもう当店は売り上げが3分の14分の1までガクーンと落ち込みました父が高界してから売り上げが落ちてで大型店が来てダーンと落ちましたで 思った時にですねであの熊本日日新聞熊本県庁様から、くまモン商標3年間無料対応と、もうありがたいお話をいただきまして、で作らせていただきました、でおかげさまで、それからですね徐々に売り上げが回復してきております、ですから、広告宣伝費を減らしながら、売り上,上げが上げられるという形ですね、それもすべてこのくまモン仏壇のおかげでございます。ちちょょっっとととですすねこれあのちょっと見,に,見えにくいいかとは思いますけど まあこういう感じですね。これは全国放送にですね、50回以上実はかかっております。えー、これ、ちょっと見えますかね、ちょっとですね、すみません、カメラがです、ね、切り替えが一っ放送中はできない、できないもんですかとあの録音中はですね。で、あのこちらを見ていただくと分かりますけど、 え全国放送、これ,れ NHK の特番におはよう日本とあとこれはプロジェクト Q というですねこれはゴールデンタイムですね、私と熊本仏壇、東京まで仏壇持ってきましたね、これ結構出張率良かったんですね、あとこのもう全国放送、あと日本経済新聞とかですね、もう50 回以上の,このマスコミに取り上げていただきました、これによりまして、宣伝効果によりまして、当店は、えー、倒産寸前の危機から回復させていただきました、それも全てですべ、ね、てこの熊本仏壇のおかげでございます、本当にありがとうございます、もうこれは熊本県庁の皆様にですね心よりお礼を申し上げます、で小山君堂さん、ありがとうございました、であお道具なんか二24金象眼見えてますかね、これちょっと見,見えてるかな、熊をですね二24金象眼で彫り込んでおります。 世界初のゆるキャラ仏具ですねもちろん世界初ですね、これ、おりんにもくまモンが入ってますね。<noise> えー、ここに、見えますかね、ここにですねありますけど、くまモン商標第1号、あの今、3万近く件数があると思うんですけど、くまモングッズの第1号はこの仏壇なんですよ。私があの新聞を見てですね あのー、もうこれはいいと思ってですね、熊本県庁に駆けつけました、えー、で当時はですね非常に反対されましてで、それでも毎日毎日県庁にお伺いして、ですねあんたがそこまで来るならばということで、鹿、あ、児、のー、島県知事の方にお話をしていただいて、一発で合格という形で、ですねありがたいことに第1号、もう私が生まれて初めていただいた第1号でございます、でも本当にですね、人生、えー、起死回生の一打。 くまもん仏壇でございますこの仏壇をですね、えー、東京からご注文いただきました本当にありがとうございます実はですねまだ今まで一本も売れてなかったんですよこれくまもん仏壇のおかげで他の仏壇はタイが売れたんですよねかなり売れましたありがたいですただこれを唯一ですねくまもんグッズの中で売れてなかったのはくまもん仏壇だけだったんですよところがなんとまあ、おかげさまでですね第一号いただきました もう本当にありがとうございます。えー、東京の方、えーえー、Y 様ですね、Y 様八王子の Y 様ありがとうございます。これからもお仏壇の販売にですね精進してまいります。改めて心よりお礼を申し上げます。